コリンベルはイングランドの元プロサッカー選手。ニックネームはザ・キング・オブ・キパックスやニジンスキーなど。マンチェスター・シティ FC ではセルフィオ・アグエロ、エリック・ブルック、トミー・ジョンソンに次ぐ公式1152得点を挙げている。マンチェスター・シティの歴代最高の選手として広く認められている。エッティハド・スタジアムのコリンベルスタンドはベルの栄誉を称えて名付けられた。 ベリー FC でキャリアを始め、若くして、キャプテンを務めた。1966年に、マンチェスターシティ FC に移籍すると、同年の一部昇格に貢献した。マンチェスターシティと契約しようとした時、マルコム・アリソンコーチはベルに興味を示した他のクラブに、対して、ヘディングができず、パスもできず、見込みがないと言って欺いた。アリソンの策略は成功し、ベルは、 シティと契約した。1968年には、シティの二度目のリーグ優勝に貢献した。同年、ベールは、イングランド代表にも選ばれ、スウェーデン戦に出場した。1969年には、オランダ戦、ブラジル戦でゴールを決め、代表でも名が知られるようになった。1970年には、リーグカップと UEFA カップウィーナーズカップで優勝した。 1970年、ベルはメキシコで開催される 1970FIFA ワールドカップのメンバーに選ばれた。準々決勝の西ドイツ戦で、ボビー・チャールトンに代わって途中出場した。この交代はイングランドにとって試合の流れを悪くしたターニングポイントだと思われていた。しかしチャールトンは交代によって試合の流れが変わったのではなく、交代前に 西ドイツが挙げた1点目の得点が流れを変えたのだと指摘した。イングランド代表としては通算48試合に出場し9得点を挙げた。1972年の北アイルランド戦ではキャプテンを務めた。これらの成功にもかかわらず、イングランドが1974ワールドカップ予選で敗れ、本大会に出場できなかったため、世界の舞台では名声を上げられなかった。 代表で最も良いパフォーマンスを見せた試合としては、7から0で勝利したオーストラリア戦や1975年に当時の世界王者西ドイツを下した試合が挙げられる。西ドイツ戦の攻撃陣は、ミック・シャノン、ケビン・キーガン、マルコム・マクドナルド、アラン・ハドソン、アラン・ボール・ジュニア、そしてベルが名を連ねた。シャノンは、この イングランドの攻撃陣を1970年以来最も良いと考えていたが、当時のドンデビー監督がこの起用を続けないのは理解できないとコメントしていた。1975年29歳の時、ベルはリーグカップのマンチェスターユナイテッド FC 戦でマーティン・バカンと接触し、右膝に深刻な怪我を負った。シティのピーター・スウェールズ会長はベルのことを えが効かないと表現していた。マルコム・アリソン監督が1970年代後半に再びシティを率いたとき、ベルやサマー・ビー、フランシス・リーに代わるタレントを見つけられず、この言葉は本当であったと分かった。1980年、ベルは復活を期して北米サッカーリーグのサンノゼ・アスクエイクスに移籍した。ここではかつてマンチェスター・ユナイテッドでプレーしていた。 ジョージ・ベストとチームメイトになった。移籍は成功せず、出場は5試合にとどまった。後に、ベルはシティのユースチームでサッカーの仕事を続けた。1990年代にはクラブで初となるアンバサダーに就任した。2003年5月にはメインロードで行われた最後の試合にゲストとして招かれた。2004年、ファンによる投票で、 新しいスタジアムのスタンドの名前がコリンベルスタンドとなることに決まった。これは唯一無二の栄誉であり、他のスタンドには選手の名前は付けられていない。ただし、スタジアムまでつながるジョー・マーサーウェイはシティで最も成功を収めた監督から名付けられている。2005年にはイングランドサッカー殿堂と大英帝国勲章を受賞した。同年には自伝コリンベル リラクタントヒーローを観行した。この時点では母が大腸がんで39歳に亡くなったが、まだ幼すぎて覚えていないことなどが明かされた。ありがとうございます。